会員スピーチでちょっと話したいことがあって、まあ立候補いたしました。それは、4ヶ月ほど前から笹ヶ瀬副会長を中心に進めてます職場の教養の、配布プロジェクトについてです。ちょっと初めは笹ヶ瀬会長副会長やられると言った時は、まあ多少ですけど心の隅にちょっと面倒くさいなっていうようなことがあったんですけども、ところが今実際やってみるとですね、これはそんな気持ちが全く吹き飛んでですね、これもぜひ他の人にもやった方がいいんじゃないかというふうにも思いましたね。私もそうだったんですけども、ここによく来てくださってお話ししてくださる講師の先生でも、きっかけが職場の教養だったっていう方っていると何人かいましたよね。で、私もパンフレットを見たときはやっぱちょっと倫理法人会っていうのを知らなかったですし、ちょっとなんか不安な気持ちがあったんですけど、職場の教養を見たときはすごくいいこと書いてあるし、全然宗教っぽくもないし、すごいいい団体なのかなとちょっと思ったんですね。で、ここでお話しされた先生でも取引先にあってそれを見たのがきっかけだっていう方もいらっしゃいましたし、職場の教養を配ることでやっぱり近隣の知らない人に、まあ、倫理法人会というものを知ってもらえる、で職場の教養を通してそういう知ってもらう、余ったものを捨てちゃえばゴミですけども、立派に有効活用して普及につながるんですよね。で本当に平塚の今年の目標テーマである内外拡充にもまさにつながるものだなと、ちょっと自分で思ったんですね。であと歩いて私はいつも配るんですけども、最初自転車とかで配ったんですけど、やっぱり歩いた方が健康のためにウォーキングにもなりますしね。であと意外と知らない間にこのとこ美容室ができたのかとかね、結構新しい発見とかもあったりしますし、でそういったものも出会えますので、やっぱり一人でも多くの方に倫理法人会を知ってもらいたいで、捨ててしまう前に普及ツールとして職場の教養を活用する、そしてそれが本当に内外拡充につながってるんだなと思いながらやってるとすごく楽しくてですね、もうつまんないなとかちょっと面倒くさいなっていうような気持ちがある方はね、まだ後ろに4月号が若干残っております。黒留めしたものがもしよろしければ会議に少しね、10部とは10部は結構きついんですよ。意外にお店ってあるようでないんですよね。だから10部以内を持ち帰って配られるのがいいかなとちょっと思っております。ちょっとぜひやってみてください。以上でスピーチを終わらせていただきます。ありがとうございました。